にちは、時短料理研究家の糸原絵里香です。今日は丸ごとオクラの梅さっぱりおひたしを作っていきたいと思います。夏にぴったりの一品、キンキンに冷やしてお召し上がりください。では作っていきます。まずオクラ10本入り買ってきました。美味しそう。沖縄からやってきたらしいよ。ようこそはるばる。沖縄で作ってんだね。すごいよね。ようこそはるばる。はるばるようこそ。ではそしたらですね、こちらを塩でゴリゴリしていきます。ゴリゴリ、うん、板ずりとか言ったりするんだけど、これね、塩2つまみ、オクラ10本について塩2つまみぐらいで、塩でねゴリゴリしてください。オクラをなんか産毛取るんだっけ。そう、産毛取る、産毛取るよ。ゴリゴリな、まあやんなくてもまあ死にはせんけど。まあやっとくか。まあやっとくだ、やっといた方が時々すごい強い産毛が出てきて唇がイタってなる。それをまあ時々それが起きるから防ぐためにやっといた方がいいけど、うん、でもなんかその衛生的にダメとかそういうことじゃないから、なんか忙しい時とか、なんかまあいっかっていう時は、私はプライベートではやんない時も多い。めんどいからね。YouTube だしやっとくか。あ、そう、 YouTube だしね、念のためね。まあこのオクラたちもさ、ベストな姿でみんなの目にさ日の目浴びさせてあげたりじゃんって思ってちょっとやってます。産毛取ると、産毛取る、はい、じゃあできたらこれ一回洗ってきます。オッケー、完成です。で、ヘタを落としていきます。ヘタはね、バンって切っちゃうと種が出ちゃったりするから、こうね、削いで切ってもらうと綺麗に切れる。丸ごと使うからか。そう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 。これね、ドンって切り落とすと種が出て粘りがベトベトになっちゃうから、ちょっとここの硬いところだけを皮むくみたいな。そう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 、削いでいただけたらバッチリです。増やせていく。初めて聞いた。うんうん。もっとね、板前さんがやると上手にできるけど、まあこんな感じよ。じゃあ天ぷら丸ごとしてる時もそうしてるのかな。あ、そうだね。一応この多分ガクというか、なんかその硬いとこは取ってると思う。もしくはなんかその思いっきり残してもうこれは絶対食べないでくださいねっていう雰囲気出すか、もしくはこういう感じでそっと取って全体的に食べれますよっていう空気感出すかのどっちか。エビフライみたいにさ、もうこの尻尾は絶対のもう残してくださいよみたいなっていう雰囲気を出してもいい。なるほど、ね、残して思いっきり残してね。え、でもね、オクラだったら食べちゃうよね。食べちゃう食べちゃう。だから食べちゃう人のために、食べちゃってこうなんか硬いっていう感じにならないように、ちょっとこの辺の側面を落としといてあげると親切だよねっていう感じですね。硬いところ、うんうん、まあ、食べれるけどね、全然食べれるから、ね、嫌じゃなければ残してもいいんですけど、まあ、ちょっと丁寧にやるとしたらこんな感じかな。はい、じゃあこちらをですねカットしたらバッチリです。茹でていきたいと思います。それでは早速オクラ茹でていきたいと思います。お湯が沸騰してまいりましたらオクラを茹でていきます。で、茹でている間につけるね、だしを作っていきますので、白だしと梅肉も合わせてご用意いただきながら、おっとご用意いただきながら茹でていきましょう。さあ、沸騰した上にオクラを入れて3分程度茹でていきます。細いオクラだったらね、もうちょい短くてもいいけど、だいたい基本3分ぐらい茹でておこう。よいしょ。では、つけだれを作っていきます。その1、白だし、はい、白だし大さじ2 2秒2秒と、梅肉ですね。梅肉は小さじ1でいきます。10センチだから、10センチって多分 ね5秒なんですよ。だから2秒の5秒でいきたいと思います。みんなこれはね、熟練の技が必要だから、修行してください。気になる人はね、はい、ちゃんと小さじで測って。あ、そう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 、はい、気になる人は測るか、修行してください。はい、じゃあこちら混ぜます。先にこの白だしと、梅肉の状態で混ぜといた方がいいですね。絶対美味しいやん。これやばいよ、これやばいよ。で、梅肉いいな。そう、オクラは特にこういうね、こういう系の味と合うのよ。だしとか梅とか和風のね。いや、これちょっとやります。これめちゃくちゃ美味しいです。そして油使ってないです。そして砂糖も使ってないです。白だしもね、比較的糖分が少ない、めんつゆとかに比べると糖分少ないですし、非常にいいかと思います。これお水で薄めます。お水 50ml で薄めます。はい、うん、私水道水普通に飲む。
皆さんはあの良きあのお水でウォーターサーバーでもあのミネラルウォーターでもそうそうそうお好きなお水で、私は基本水道水も飲むし。でもね、日本の水はね、うん、綺麗だからね。そうで飲めるって言われてるから飲む。お腹壊しませんから。そうそう、死にはせん今んとこ、うん、っていう感じ。カルキもね、うん、別にいいよ。そう、一旦ね、まあ、皆さんがあの好きな水でやっていただけたら OK です。水は 50ml で、はい、白だしは大さじ2、はい、で、梅は小さじ1でいきましょう、はい、で、ここから3分茹で上がりましたので、こちらを揚げていきます。ではザルに上げていきます。OK。 で、まあ別に粗熱取らなくていいです。粗熱取らなくていいんだ、うん、どんどん入れていいよ。よいしょ、はい、取らなくていいんだ。まあ色をめちゃくちゃ綺麗に仕上げたい人はここで一旦氷水に取るとあのオクラの色が綺麗にできるけど、まあね、時短料理家庭料理でそこまで色をめちゃくちゃ綺麗にするしなきゃいけないのかってなった時に、まあそうでもないと仮定した時に直でいい。なんかもうこれで完成でございます。はい。では丸ごとオクラの梅ひたし完成でございます。では食べていきたいと思います。おいしそう。しっかり使ってキンキンに冷やしてくださいね。トッピングは鰹節、そして梅干しが入っておりますので、ぜひ全体に行き渡らせてお召し上がりください。梅干しはちょっと彩りに入れてみたけど、一緒にちぎって食べてもいいしね。ということで早速食べていきたいと思います。いっちゃおう、ダイレクトで。お皿にも取らずに割るしちゃおう。、はい、いただきます。うん、食べたい。おめでとう。やばい。きた。うん。すごい。これ。これすごいよ。3分いいね、茹で時間。うん。茹ですぎるとオクラがふやけちゃうから、茹ですぎ注意っていうところね、まずね。で、しっかり冷やしてもらう中で味が染みるから、よく冷やしてお召し上がりください。あとは、これね、本当にね、なんでさ、ノンオイルで砂糖も入ってない、なんでこんな美味しいんだ、野菜で、結構野菜のね、おかずの革命だと思う。これご飯食べれる、これで。美味しそう。うん、ご飯炊き込める。いいね。ぜひ、試してみてください。ではですね、皆さん、ぜひぜひこの夏はキンキンに冷やしたオクラ梅ひたし、作ってみましょう。皆さんの動画をご覧いただきありがとうございます。ここで一つお知らせがあります。なんと私初のレシピ本を8月31日全国の書店インターネットで発売することが決定しました。ありがとうございます。今までレッスンや YouTube で大人気だったおかず50品以上を収録しておりまして、その全てにですね動画がついております。ですのでぜひですね、皆さん本とそして動画を一緒に見ていただきながら一緒に作っていただければと思います。詳細は概要欄へぜひチェックしてみてください。